はい、どうも、皆さん、こんにちは。新たです。新たなダンススクールやってまいりました。いやー、ということですね。さあ、始まりました。今回はですね、TWICE さんたちから Set Me Free ということで、こちらのミュージックビデオを見ていきたいと思います。収録ボタンをファイということで、さあ、非常にこちら、機械、期待が高まるミュージックビデオでございます。行っていきたいと思います。Let's rock! グッズ。お。あ。もうやばい。お。すごい。シャッキリオちゃん。わあ、おみなちゃんやば。あらちゃん。わあ、すごい。すごい。ちょっと字幕つけてもう一回、あ、ちょっと高評価ボタン、高評価ボタンだっけ。いや、これすごいですね。2015年10月から無限大ということで走り続けてる Set Me Free Available March 10ということで、まあ今日の日付が書いてあって、まああの Set Me Free のまああの概要ですよね。だからね、が爆発するという、いや芸術で始まりますね。もうあのベースラインからして、うわこれちょっと違うぞ、いつもとっていう感じになりますもんね。全員をこの映していくところでもまたその覚悟というか、この一列から始まって、もうまず最初に TWICE さんたちのイントロダクションになるわけじゃないですか。もうすごいですもんね。
かっこよこれ。あ、なるほど、ドライバーの人がいてそこに乗ってるわけか。はい、いや素晴らしい、みなちゃん。なるほどね、ブチッと取っていくわけですね。でそこにまたなよちゃんが来て連れていくみたいな、こうリップを塗ってっていうところにつながるわけ。かっこいい。これ多分乗ってる車違いますよね、さっきとね。だからちょっとこうライダースジャケットみたいになってるというピアスもついて、かっこいい。この横から入ってくるみなちゃんなよちゃんもすごいです。これすごい振り、うわー重かった。強い、コントラスト強めですよね、今回は色味が。ここダンスやばい。皆さんのそれぞれの個人カットの部分にもやっぱりこだわりが詰まってますよね、皆さんのね。これはなんかその囚われてる感じというか、なんかももちゃんはそういう意味では一つ観測者みたいなポジションにもなってるんですかね。これかっこいい。なんとも、そしてこの表紙を、そうよね、リップの色を今までだからつけてたものをこうまた拭い去ってで、こうそこにやってくるちょっとこうボーイッシュというかかっこよめなマヨちゃん。いや、なるほどね。わーわー、どせー、ジョミマシリ、ここかっこいいですよね。やば、いやイケメンなんだよな、やっぱりな。やっぱちょっとまとってる空気感というか雰囲気がね変わりますよね、ジョミマシね。髪型が人によって優しさだったり強さが変わってくるっていうところもポイントです、ね、ふっ、あ、絵を描いていくですね。皆さんのそのパーソナリティの部分とか何かそのキーワードがこう関わってくるんですよね。ここあえてこうパッ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 って後ろのこの合成の部分を重ねたじゃないですか、グリーンというかブルーバックで合わせて合わせて、こういう技法をそのまま演出に使うみたいなのもおしゃれですね。はい、でからのですね、途中で切れてしまっていたというところがあるのでまた別撮りしているんですけれども、ここのダヒョンちゃんのやっぱり一発目にこの落下してきて火花が散るところにこう登場してくるっていうのがもうイケメンポイントかなっていう風に思うわけですよね。このちょっとセットっぽい中を歩いてるところもですよね、ガンガンに落ちてくると。ただそういう落ちてくるものが多分何かその困難だったりとかそういうことだとも思うんですけども、全部そういうものがちょっとこうかわされていくというか、そういう中もくぐり抜けながら来て最後にブーンってこう風が吹くみたいな、風というかその倒れた風っていうあれですかね、なんかね。ここのももちゃんがすごすぎて、やばー、かっこいい。でこの走ってくるところのジェヨンちゃんが、ここもかっこいい。どんどんラップがこう繋がってって上がっていく感じですよね。でここで止まるんだわな、なるほど、全部がだからこうセットでみたいな、ももちゃんが撮ってたところと全部こう繋がってるというか、
ももちゃんが撮ってた映像をつなげたのがジョイオン氏みたいな感じですかね。だからエディター的な、よしよしって顔してるわけですね。だから皆さんの中でこう満足というか。いやー素晴らしい、この爆破の中を。いやーエモいですね、カタルシスです。わあ、いやここがいいですよね、このミナちゃんのこの火花後ろで散ってるところとか。うわ、ライトやば、いやー素晴らしい。はい、というところでございますけども、いかがでございましょうか。ということで、いや本当にめちゃめちゃかっこいい曲と、あとはその TWICE さんたちにしか出せないカラーというものがよりはっきりしてきてるというか、この領域になってくるともうちょっとやっぱ別格っていうところに当たるんでしょうなっていうふうに思うところもありますし、次の何かその K-POP の次のその時代として第4世代とかこう言われてる中での、ただこの TWICE さんたちのなんか第3世代の方たちだからこそ到達できる K-POP の次の領域みたいなものにもなってるかなというふうに思っていまして、多分ずっと牽引していく感じありますよねこれねっていう、それぐらい本当に勢いの乗った、そしてこう気合の入った決意のある楽曲だなっていう風に思って見ているところもありますかね。ということで、皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメントなんかいただけたら嬉しいでございます。よろしくお願いします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。